2000年のロードレース世界選手権2000年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第52回大会である。ケニー・ロバーツ・ジュニアがランキング2位に終わった前年の屈辱を晴らし2戦を残した第14戦ブラジル GP で早々にチャンピオンを決めた。また、この年はバレンティーノ・ロッシュの最高峰クラスデビューも注目を集めた。 ロッシュは開幕戦から2戦立て続けにクラッシュし、バレンシアでもシーズン3度目の転倒を喫したが、それでも2勝を含む8度の表彰台を獲得し、終わってみれば、ルーキーイーヤーにランキング2位と非凡さを見せつけた。ヤマハのギャリー・マッコイは、前五輪を派手にスライドさせる豪快なライディングで人気を博し、シーズン3勝を挙げた。 マッコイが使っていた16.5インチタイヤは、かつて 500cc クラスで、ケビン・シュワンツが使っていたサイズであったが、マッコイの活躍で注目を浴び、再びグランプリに流行し始めた。ディフェンディングチャンピオンのアレックス・クリビーレは、原因不明の病気と、2000年型 NSR の気難しいエンジン特性に悩まされ、失意のシーズンを送った。 この年の NSR のエンジンに問題があったことは、ロッシのチーフエンジニアであるジェレミー・バージェスも認めており、ホンダは第3戦からエンジンの一部を前年型のパーツに戻し、ロッシとバージェスは1999年型のエンジンを2000年型のシャーシに搭載して戦うことを決断した。250cc クラスでは、ヤマハのオリビエ・ジャックが、 チームメイトの中野真也と本田の加藤大二郎という二人の日本人との三つどもえの戦いを制し最終戦でタイトルを獲得した。125cc クラスでは5勝を挙げたアプリリアのロベルトロカテリがデルビで同じくシーズン5勝を挙げたウイイチを抑えてタイトルを獲得した。ウイは表彰台がリタイアかという極端な成績が最後まで響いた結果となった。 この年の4月、フィムは一つの重大な決定を下した。2002年シーズンからグランプリの最高峰クラスを最大排気量 990cc の4ストロークエンジンを主体としたモートジッピークラスとすることを発表したのである。ありがとうございます。